はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビーシです。では今回は、低速の決断法バープキット続きをプレイしていきたいと思います。まず前回ですね、オーストラリア、ここを取れたのは本当に大きかったのかなというふうに思っています。なので、まずオーストラリアに、輸送船を一気に配備していきたいというふうに思います。で、輸送船を配備するにも、輸送船の数が足りていないので、この後輸送船を配備していくんですが、まずね、防衛の戦略確認しておきましょう。マラッカ海峡、シンガポール、ここは敵艦隊がこの後押し寄せてくる、特にイギリス艦隊ですね、これに対抗するために第1艦隊、もうかなり傷ついて艦艇数も戦艦1、空母2、巡洋艦2、この程度の艦艇しかいないんですが、ここに関しては、1にも2にも空母と航空戦力、これで防衛を果たしていこうと。ということで現状維持になります。で、残りなんですが、アメリカ軍の動きがわからないんですが、今攻めてくる可能性がある場所、それは1つ小笠原、マリアナでマーシャル沖、南太平洋と、この4拠点が危ないんですけど、この4拠点のうち1つでも2つでも潰しておきたいということで、まずこの中部太平洋へ進出します。中部太平洋をここを抑えてしまってミッドウェーまで進出、そうすると戦力をミッドウェーと南太平洋だけに集中できるので、今後の戦略目標は中部太平洋、ミッドウェーとここを攻略していきます。で、そのための動きなんですが、傷ついた艦艇、これを再編していきましょう。中波大破している艦艇を外していきます。まずは第8艦隊の方に中波大破している艦艇ですかね、これを動かしていきます。で、元気な艦隊を作り上げるという意図ですね。これ第1艦隊は全て正常の状態です。代わりに第8艦隊が全て傷ついた状態。続いて第3艦隊、これも再編していきましょう。で、大破している戦艦を移して、結果的に第2、第3艦隊の編成が進んだという状態ですね。で、龍城には誰かを乗せましょう。で、誰を乗せるかなんですが、そうだな、今乗っていない人を乗せていきたいんですが、そうなると誰もいないか。で、傷ついている艦艇に乗っている提督はこれ下ろしていく必要があるので、下ろしていきます。乗せててもしょうがないんでね。そうか、下ろすに下ろせないの、ちょっと待ってね。下ろせないということは、提督をイソロクさんになっちゃうね。これはこれでちょっともったいないよね。イソロクを残しておくというのはどうしようかな。そうするとせめてですね、せめて、そうか、下ろすっていうやり方をするよりもこっちに乗せるっていうやり方をすりゃいいんだな。なので、ここにイソロクさんを乗せりゃいい。そういうことでね。で、第1艦隊に乗っているヒューガの高須さん。これも動かしちゃいましょうという感じだね。そしたら早速、このオーストラリア沿岸にいる第2、第3両艦隊。これを南太平洋へ進出させましょう。南太平洋の防衛戦力ですね。第8艦隊はここで修復します。ドック入り26週間。26週間のドック入りだったら一度日本に戻した方がいいね。石油はいっぱいあるので。で、続いて、ソロモン。ここは艦隊は入っていないので、輸送船を配備するかどうかぐらいですね。で、ラバウルにも艦隊は入っていません。で、トラック沖に入っている艦隊。これ、もう1週間経てば、毒入れが開けますね。毒開けします。で、マリアナ。この辺りからね、ちょっと厳しくなってくるんですよね。そしたら、第10艦隊と第7、第5艦隊。これ、傷ついてる艦隊多いので、これもちょっと再編していきましょう。傷ついている艦艇かな。これは一度日本に戻します。まあ、このままここにいてもどうなんだいというのがあるので、こんな感じかな。で、おぉ、望月が元気なままだね。そしたら望月は移します。これで、傷ついた第5艦隊は一度日本へ戻して、日本でドック入り。いや、それこそトラック沖でいいか。で、第10艦隊はこのままマリアナ沖で待機。続いて、ここもね、厳しい小笠原沖です。第12艦隊と第6艦隊、第13艦隊が入ってるんですけど、これ第12艦隊と第13艦隊合わせちゃいましょう。まあ、潜水艦隊の中に空母を入れるというのはどうかというのはあるんですけど、艦隊の数を上げたいので。で、これで小笠原沖守ります。で、日本近海には艦隊はいないんですが、新しく艦艇ができているものがあれば、これ駆逐艦2隻なんですね。これを第13艦隊として、いや、第7艦隊、いや、第13艦隊の方がいいね。第13艦隊として、この第13艦隊はシンガポール沖、マラッカ海峡に派遣して、マラッカ海峡の艦隊と合流させましょう。マラッカ海峡の艦隊、駆逐艦が入っていないんで、それはそれで少し危険だという判断です。で、続いて、飛行機作っていきましょう。水星をね、数としては作っていきます。艦上の爆撃機ですね。これ29機。アルミの数が足りないなぁ。しょうがないね。で、あとは輸送船。これを、数的には6か。お金も鉄もないね。オーストラリアにもうちょっと輸送船配備してあげたいんで、オーストラリアに優先的に配備していきましょう。で、いつものことにはなるんですが、物資援助で石油の押し売り、これを行います。で、技術開発、これは航空通信電子と薄く入れていきましょう。で、このあと小笠原、ここに敵の艦隊やってくる可能性があるんですが、雷撃機があるんで、この雷撃機で防衛。マリアナ沖、ここが一番危ないかなというところですね。マリアナ沖によって航空機を増援。マリアナはもうちょっとね、配備してあげてもいいのかなという感じはしますけどね。マリアナ沖に水星を、まあ4機ほど、偵察機で配備するのはもったいないけどね、96の立航、そうすると雷撃機、爆撃機の立候を一度水星に全部変えましょう。で、96の立候、これ未配備機が25あるんで合わせて51機。これでだいぶ増強できたんじゃないかな。マリアナ沖ですね。で、心配なマーシャル沖、マーシャル沖は最悪失ってもいいという覚悟ですね。実際問題、飛行場にも戦力は配備していません。この後は中部太平洋に向けてオーストラリアから進発した艦隊と合流、その後トラック沖の艦隊と合わせて、攻略に向かいます。ではターンを進めていきましょう。あ、南太平洋の攻略成功したんで、お金が9000入ってきたな。これ大きいわ。さて、次の攻略目標は中部太平洋だ。中部太平洋を攻略目標に、ハワイは無理だよ。中部太平洋。お金がだいぶ入ってきたのは大きいですね。で、第2艦隊はどこまで進んだ？南太平洋まで進んだね。南太平洋の後、そうか、南太平洋で一旦止まる三段になっちゃってるんだよね。そうだよね。なんで南太平洋は南太平洋で維持しつつ、ちょっと困りましたね。中部太平洋を攻略する戦力がなさすぎるな。南太平洋を空にすることはできないので、できないんですよね。そうなると第三艦隊だな。第三艦隊をむしろ中部太平洋に向けるためにマーシャル沖に移動させましょう。で、小笠原沖、マリアナ沖からそれぞれ艦隊を出してこの攻略に当たりましょうか。なので中部太平洋に当たるときには、今南太平洋に入っているオーストラリアを攻略した第3艦隊、これ空母が入っている第3艦隊です。この第3艦隊、これ空母、後で増強します。と、今小笠原沖にいる艦隊、このうち第12艦隊を出しましょう。小笠原沖からにできない理由はアリューシャン、ここに敵の艦隊がいる可能性があるので、その可能性を潰すんだったら情報活動しかないかな。まあ、これくらいしかちょっとできることがないですね。で、例によって石油も終了して、技術開発は今回お金たんまりあるんで贅沢に使っていきましょう。もうそうそうないですからね。で、雲龍、比較、海、大和型、まあ、この辺りは開発する必要ないでしょう。航空機の開発ですが、ここも錦、一式、零式の推薦、この辺りもいらないです。で、新兵器の開発、関西対空レーダー、これ開発2000か、火薬性能、まあ、レーダーだけ開発しましょう。またこれでお金がなくなっちゃったな、せっかくボーナスも買ったのにね。で、飛行場の建設、これはマラッカ海峡に第2飛行場、これを建設しましょう。どこに配備するかな。第1飛行場から攻撃するのに守りやすいところがいいと思うんで、やっぱりこの先端シンガポールになっちゃうかな。で、残りはもう本当に飛行機、これを作っていきましょう。まずは32型、これを作れないね。数がないね。金がないんだな。アルミは余ってるけどお金がないっていうね、今回は。だったらアルミをドイツに送ってあげてもよかったかな。じゃあターンを送りましょう。連合軍、マリアナ沖に進行。マリアナ沖か。第8艦隊が、これ、逃亡の命令だからな。第10艦隊のみで、しのぎましょう。第8艦隊、これ、全部沈められる可能性ありますからね。これちょっと言えてないな。ありますからね。ちょっと戦いには参加しません。あとは雨が早々に止んでくれることを祈りましょうか。敵艦発見した。大艦隊だな。敵艦もうこれはね、逃げの一手ですよ、逃げの一手。了解。敵の空母し仕留めたいね、この空母。敵の駆逐艦艦隊が応援にやってきましたね。これはかなりピンチだね。マリアナ沖なんとか防衛今回したいよね。敵の偵察機が飛んでるな。夜の間に飛行場が完全破壊されると辛いところですね。敵の空母これ沈めよう、敵の空母沈めよう。沈められなかったか。敵の空母とどめさせたかったね、できれば。ただ中波には追い込んだんじゃないかなと思うんで、まあ、大戦果ではありますね、敵の空母。こちらは巡洋艦、駆逐艦を失ってはいるとは思うんですけど、それにしても敵の空母、中波あるいは大破に追い込んでれば、だいぶこの先楽になると思います。で、マリアナ沖も戦力的には航空戦力がやられていないので、次連続で攻め込まれてもなんとか耐えきれるんじゃないかなと思うんですよね。敵発見、どこに発見した？この辺りに敵機がいるな。敵の艦隊、空母がいるね、この辺りにおそらく。お互いに索敵を繰り返して結局遭遇することなく帰ると、まあ、これ実際そういうこと多くあったと思うんですけど、まさに今回そういう結果ですね。このままなんとか消極的な作戦ではありましたが、マリアナ沖を守りきるのが大事だったのでよしとしましょう。で、敵の方はというと護衛空母、これが取り逃がしちゃってますよね。で、正規空母エンタープライズ、これ大破させてるね。ドイツ軍がしっかりね、あとは攻略してくれればいいんだけど。中部太平洋攻略ですね。じゃあ次、マーシャル沖に入っている第3艦隊、これに航空戦力増強します。おっと、ちょっと待ってね。雷撃機が全くいない状態、それはそれで問題だな。香川それなりにいる。まあしょうがないな、これ以上増強のしようもないんで、中部太平洋に攻め込む。ちょっと待ってね、今のターンが1月2週でしょってことは、もう一旦我慢しよう。なので第3艦隊は一旦マーシャル沖ここで待機。で、その間に、ああ、そうか、マリアの沖危ないけど、マリアの沖これ以上艦隊数減らせられないんで、そうなるとだ、まずは97の式、いや水星だな、水星これを60機、97式の艦砲これを33機、残りを32の割り当てましょう。で、中部太平洋、うわ中部太平洋むちゃくちゃ敵の艦隊いるな。ここに殴り込もうっていうわけなんで、やっぱり艦載機は満載にしといてあげたいというわけで、97式の艦砲これをフルフルで、正規空母カーガンここもフルフルにします。水星で、イソロクさんがちょっと少ないけど、まあしょうがないかな。全然足りなくなっちゃうからやめよう。で、宝生の方はというと、97式の艦砲、これの数が全然足りてない。で、あとは、今、小笠原沖に入っている、艦隊ですね。まず機関を運兵に変えちゃう。そっからだよね。座上提督。これ誰か乗せたいね。近藤さん乗せる？で、艦載機。乗せられるだけ乗せる。護衛が全くいない艦隊ってどうなの？この空母。護衛のいない空母。ちょっと危険な香りしかしないな。お金もないし、鉄はあるな。ちょっともったいないな。鉄があれば、飛行場って作れるんだっけ？ちょっと確認しましょう。飛行場があれば、鉄が作れるって話になるんだったら、飛行場は作りたい。お金がないね。資金を作るお金がない。そうなるとオーストラリアに入っている艦隊。ちょこっとこの様子見ますか？あ、そっか。オーストラリアは動かしたんだね。だったらトラック沖にいる艦隊だね。トラック沖にいる第9艦隊。これ復活を遂げてるので、この第9艦隊を南太平洋ですね。南太平洋に動かしましょう。で、あとはトラック沖はこのまま駐留させておいて、この艦隊、ああそうか、この駆逐艦マラカに移動させてなかったんですね。じゃあこれでいきましょう。いやー、この中部太平洋決戦始まるな。敵の航空基地戦力は45機、数は多くないですね。まあ、どの艦隊が戦闘に参加するかわからないんで、まあ、ちょっとこの次のターン動きがないことを祈りましょうか。よし、これでまたお金入ってきたな。では小笠原沖から第12艦隊、これを中部太平洋、さらにマーシャル沖からこの2個艦隊、これを中部太平洋、これで中部太平洋を取ります。ちょっと本当に緊張するぐらいのそんな戦いになりそうな。これ多分もう前半の天王山といっても過言ではないんじゃないかなと思うんですね。そしたら飛行場の建設とかもしたいんですが、今回は全く最近増強できていない艦隊の増強のために空母を作っていきましょう。空母。どうする？空母は最近流行りの昇格型。これをさらに2隻作っていきますか。神格に信号2隻作ります。お金がなくなるのがちょっときついなーっていうのは正直あるんですけどね。でお金がもう全くないんですけど、やっぱりどうしても航空戦力が欲しいので、いやー先に輸送船かな。で残った少ないお金で水星、そうすると何が余るかっていうと鉄が余ってアルミも余るね。だったら味方のドイツ全く鉄がなさそうなんで鉄2000、これを上げましょう。でお金もすっからかんという状態だね。マラッカ海峡、ここはなんとか防衛するしかないんで既存戦力で守りきる。で中部太平洋を取れば戦力は南太平洋、中部太平洋を小笠原沖とできて、さらに小笠原沖からアリューシャンにまで進められればミッドウェーを取って、ミッドウェーと南太平洋で敵に穴を開けてハワイ攻略の機会を伺いましょう。ではターニングポイントにならなければいいなという中部太平洋攻略戦始めていきます。まずは時間を進めるのを遅くしちゃいましょう。一旦ね、委任にしちゃって様子を伺いながら何をどこに振り向けるかというのを決めていきます。とはいえね、敵の場所は分かってるんで、うわーまずいことにならなきゃいいなー。敵の空母がいたらすぐに空母に向けて攻撃隊を出さなきゃいけないんだけどね。空母がいるね。ちょっと届かないな、敵の空母。味方の偵察機は何をやってる。こっちはもう団子棚完全なる。こっちにも敵の空母がいる。敵の空母を沈めよう。いやこれ相当な敵の戦力だな、敵の空母の数。まずは敵の正規空母ヨークタウン撃沈してますね。そんなに悪くないぞ。敵の防衛空母、いや違う、敵の正規空母エセックス撃沈。なんかほっといていいからね。敵正規空母レンジャー撃沈。いや爽快だな。よし、敵の正規空母エセックスの撃沈。味方戦艦伊勢大破。ただこっちの空母は危ないんで高速で逃げないと。でその間に味方の潜水艦部隊がうまく対応してくれればいいな。いやー、こっちの直縁の数が少なすぎるよ。さてと、了解。いや、マジで緊張だなこれ。敵の艦隊の足から逃げ切れるかどうかだな。味方の空母部隊がなんかちょっと音が静かになってますけど、本当に今そこですね。うまくすれば本当に大勝利というとこだと思うんだけど、潜水艦部隊は敵の空母狙ってるね。まあまあ確かにそうなんだけど、了解。潜水艦航空隊発艦。敵空母撃沈。よし、敵の空母撃沈。あとは向こうにいる護衛空母、これも沈めたいね。いや、敵の空母何隻沈めたんだっていう大戦艦になるぞこれは。未だかつてないほどの、ちょっと本当に興奮するぐらいの戦果が期待できるな。ただちょっと小さい敵の護衛空母クラスだとなかなか当たらないね。このまま取り逃がしたくないけど、そしたら、まあ、夜のうちにこの敵の基地は叩くとして、あともう一回空撃が仕掛けられるかどうかですね。残りのね、この3空母、確認できてる3空母、このうち1隻、できれば2隻は沈めたいよね。急降下ができないんで、急降下ができない分命中率が悪いかな。取り逃しましたね。まあしょうがないか。よもや敵の空母が戻ってくるということはないと思うので、このまま敵の基地をこの夜の間に叩いてしまって、それでこの中部太平洋を確保しましょう。いや、この中部太平洋の戦いは本当にこちらの圧倒的勝利で終わったな。確認していきましょう。まず敵の第2艦隊、正規空母モンロー撃沈、正規空母マタニカウ撃沈、正規空母ムンタ撃沈してます。で、敵の第8艦隊からは正規空母マカッサルストレイト撃沈で、軽空母レイテ、レイクシャンプレーン、ルンガポイント、この3空母は取り逃してます。敵の正規空母残り第12艦隊、これも撃沈。まあこういう状態ですね。敵はだから一気に正規空母5隻を撃沈してます。逃したのは護衛空母、これが大破中破で、味方の方はというと潜水艦が1隻撃沈、あとは潜水艦が1隻大破、空母正規空母3隻がこれは中破、さらに伊勢、これが大破という状態です。さあ、ではこの中部太平洋を取ったんで、中部太平洋から次艦隊をどう動かすかなんですが、今の戦いでだいぶ艦隊も傷ついたので、中部太平洋にいる艦隊、これを一旦戻しますか。日本に戻して日本で修復してからアリューシャンへ向かわせる、まあこれが定石だよね。小笠原沖にいる艦隊だけでしばらく守るか。中部太平洋を守りきる自信がないんだよな。日本近海にいる艦隊、これまあはっきり言って傷ついた艦艇たちなんで、これが治るのが7週間かかるわけでしょ。このままの勢いで一気にどうする？アリューシャン狙う？アリューシャンまで狙えれば本当に大きいけどね。マリアナ沖はもう艦隊入れておく必要はなくなったので、そしたらマリアナ沖にいるこの傷ついた艦隊を再編しましょう。第16艦隊として傷ついた艦隊、これを一旦戻しましょう。で第16艦隊は一度日本へ戻して修復で、第10艦隊は中部太平洋へ進出しましょう。で中部太平洋を攻略した艦隊ですね。ほとんど航空戦力もダメージが出てない、優秀だな。勝破程度だったらこのまま進められる。でそのためには艦載機、これを生産しましょう。まずは冷戦の3新潟、これを20、救難式の艦砲、これを20で水栓、これ残り全部生産しましょう。で小笠原沖に入っている第12艦隊、こっちの方に増強。まあ、こんなところかな。でこの艦隊勝破しているけど、この艦隊をアリューシャンへ向けます。アリューシャンも取れれば本当にもうね、すごく戦略的に練りやすくなるんで我慢しましょう。第2艦隊、南太平洋の第2艦隊、これ動かせないからな。第3艦隊は中部太平洋、第4艦隊これマラッカに入ってます。で第5艦隊、これはトラック沖、トラック沖もどうなんだろう、もう回復してるよね。トラック沖に入ってる艦隊、いやまだ大破か。ドック入り7週間、この7週間をどう見るかだな。青葉はそうだね、一度ここも艦隊再編しちゃおう。で青葉これも日本に戻して、日本で戻す、いや直す。で第5艦隊は中部太平洋の防衛に回ります。で第6艦隊は今ここにいて、小笠原沖で待機せざるを得ないからね。第7艦隊、これトラック沖、さっきも編成した艦隊ですね。第8艦隊、これも今修復中。第9艦隊、これ中部太平洋空母艦隊ですね。で第10艦隊、これマリアナ沖で待機。ただマリアナ沖で残しておく必要はないので、これは中部太平洋の防衛に回しますという艦隊です。第13、16というところになってますね。では忘れないうちに、今回はアルミがもう使い果たしてないので、まずは物資の援助ですね。いやードイツ軍金豊富だな。で技術開発、これ薄く入れておきます。で航空レベルは高めと、こんなところかな。であとは兵器開発とかに回すお金はないので、輸送船これを作ってお金はゼロと。小笠原、いやオーストラリアに輸送船をマックス配備で、あとはどうだ、南太平洋も金が取れるといえば金が取れるからな、増やそう。こんなところですかね。では次回はアリューシャンへ、艦隊を進めていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きをお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ Twitter の方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。